マルメ。マルメは、スウェーデン最南部のスコーネ地方にある都市、ストックホルムやヨーテボリに次いで、スウェーデンでは3番目に多い人口を有する、スカンジナビアの大都市の一つで、トスコーネ県の行政的な中心である。都市のほとんどの行政区域はで8つの地区に分かれており、2012年1月、現在の人口は30万2835人で、ある。 都市的地域の人口は2010年12月現在28万415人であった。は、スウェーデンで3つの公式に認められた都市圏の一つで、2005年から丸めしと他のスコーネ県南西部の11の自治体が定められている。2012年3月31日現在、人口は66万4000人であった。都市圏は2522平方メートルの範囲を、 占めている。これらの自治体には、丸目自治体をはじめとして、が含まれる。場に含まれる。ルンド自治体の人口は10万人を超え、スカンジナビアの著名な大学である、ルンド大学があり丸目とともに、地域の経済や教育の中心である。丸目は、スカンジナビアの町の中では、最初に産業化が進んだが、脱工業化では、その適応に苦しんだ。オーレスンリンク。 オーレスン橋が建設されて、以来、マルメは大きな変化を遂げる。印象的な建物の開発や、新しいバイオテクノロジーや IT 企業の誘致などがあり、中でも特筆されるのは学生を引きつけるマルメ大学である。市外には多くの歴史的な建物や公園が含まれ、そこにはスコーネ地方西部の商業の中心も含まれる。マルメではここ数年、大学が設立され、 町は教育や芸術、文化に焦点を当てようとしている。2007年にマルメはアメリカのオンラインマガジンの15の緑の都市で4位にランクした。マルメをコッペンハーゲンの都市圏や大都市圏の一部とみなす向きもあり、エーレスンド海峡をオーアスンド周辺の町で構成されていることからと呼ばれる。マルメを含むスコー地方、スケインランドは歴史的には デエンンの勢力範囲でデンマークに属し、マルメは1275年に2 0トル北東に離れたルンドの大主教の要塞化された不団や、都線上として創建れたと考えられている。元の名称は、マルムハウク・マルムハウグで、ジャリア小石の山、鉱石の丘という意味であった。その後、発展しデンマーク有数の都市となった。15世紀、マルメは、 デンマーク最大の都市となり人口は約5000人に達していた。エーレスンド海峡周辺では一番重要な町となり、ドイツのハンザ同盟の都市と共に活気があった、二診領の注目され市であった。その間、1437年に都市の紋章がデンマークをエーリク7世により与えられた。紋章はエーリク自身のアージェントに、 グリフォンとギュールズのポメラニアからの紋章を基礎としてい、グリフォンの頭は丸目に与えられたが、結局スコーネ全体に広がった。1434年、新しい城塞が町の南の砂浜に作られた。この城塞は今日では丸ごつとして知られるが、16世紀半ばまでは今日の姿は表さなかった。 いくつかの他の城塞も作られ、マルメはスウェーデンでは最も城塞化された都市であったが、現在ではマルメヒュースが残るだけである。ルーテル教会の教えは16世紀に広く行き渡り、マルメはスカンジナビアの都市の中では完全に改革された、1527から29年最初の都市の一つであった。17世紀、スコーネ地方はスウェーデンの支配に入った。戦いは まだ終わっていなかったが、1677年6月に1万4000のデンマークの軍勢が、丸目を1ヶ月包囲したがそれを保持していたスウェーデンを攻略することはできなかった。この出来事は、1658年に署名された、ロスキレ条約の後に起こっている。18世紀になる直前の丸目の人口は2300人であった。しかしながら、カール12世の戦争と、 センペストの流行によって人口は1727年には1500人に減少した。18世紀後半に近代的な港が建設されるまで人口はあまり増加しなかった。町の拡大が始まると1800年には38,054人の住民を要した。1840年にコックムスの造船所が設立され、世界でも最大規模の造船所の一つになった。 1856年から1864年の間にスットロスタマバロンが建設され、大きな織物産業や機械産業など製造業の中心になることを可能にした。1870年にマルメはノーショーピングを上回り、スウェーデンでは3番目に人口が多い都市になり1900年にマルメは6万人の人口で、その位置を固めた。 マルメは20世紀前半を通して成長が続き、人口は1915年には10万人、1952年に20万人と急増した。1970年代半ばにスウェーデンでは景気交代に遭い、工業部門である造船や製造業では特に深刻で、スコーネの多くの都市では高い失業率に至った。コックムスの造船所は最大の雇用主として、 丸目のシンボルになっていたが、1986年に造船が終わると政治家や庶民の間では、将来の丸目に対する安心が急に落ちた。これに加えて、多くの中間層はや、など、周辺部の自治体の一戸建てに移り、郊外のアッパーミドルクラスとして、それらを浮かび上がらせた。1985年、丸目は3万5千人の人口を失い22万9千人に低下した。 1990年代初期のスウェーデンの金融危機によって、丸目の工業都市としての交代は悪化し、1990から95年の間に2万7千の雇用が失われ経済は深刻な苦境に陥った。しかしながら、1994年に新しい市長である下で、丸目市は文化と知識の中心として、自らを災害年化し、1995年には、 そこをうち同年、大規模なエーレスンド橋プロジェクトの開始が明らかになった。新しい丸目大学が1998年に以前のコックムスの鳩場周辺に開設され、今では使われなくなった南西部の港のさらなる再開発が行われた。都市建築博覧会であるが2001年に再開発エリアで開催され、建物やビラは、 ミドルクラスや魅力的なウォーターフロントの眺望を目的とした新しいコアとなる市街を形成している。1974年以来、マルメのランドマークでありがいの製造業のシンボルであったは2002年に分解され韓国に移された。2005年にマルメではコンペで新しいランドマークであるスカンジナビア一高いニングトルソが完成した。 一方で製造業を基盤とする都市の経済からの転換は丸めに成長を取り戻したが、それは主に裕福な層がすでに多少の恩恵を受けていた。街の中心はジェントリフィケーション、都市において比較的貧困な層が多く住む停滞した地域が存在し、アッパーミドルクラスは港の西側の再開発エリアに居住しており、 1960年代後半から170年代前半にスウェーデン政府が進めた手頃な価格の住宅政策の地区の住民はほとんど変わらなかった。マルメでは町の鋭い社会分断や高い失業率が残っている。政治家たちは2010年11月にマルメ市で社会的に持続可能なマルメのための委員会の設立を決め、 特に弱くて不利な条件に置かれた人々のために、委員会活動では保険に関した不平等を減らすことや恵まれない人々や弱者など、すべての丸目市民の生活状況の改善など根拠に基づく戦略を提案することになっている。丸目はデンマークを含めたの一部である。2000年からエーレスンド海峡を横断するオーレスン橋により、デンマークのコペンハーゲンと結ばれている。 橋の開業が2000年7月1日で、橋と海底トンネルで構成されたオーレスンリンクの長さは1 6トル、橋の長さは8トルで、車頭は2 0 4 5ルに達する。さらに北側のヘルシンボリとデンマークのヘルシンゲルの間にはフェリー航路があるが、ほとんどの航路は橋の開通後に廃止されている。マルメは、 他のスウェーデン南部の地域のように海洋性気候である。マルメは北にある地域であるが、気候は同緯度や南側にある他の地域よりも穏やかであるがこれはメキシコ湾流の影響による。高緯度に位置していることから、真夏の日中の時間は17時間にもなるが、冬は7時間である。夏は暖かく快適で、平均最高気温は20摂氏21度。 最低気温は11摂氏13度であるが、時折を超え夏の期間に熱波が来ることもある。冬季は、比較的寒く気温はマイナス3摂氏4度程度で、稀に以下になることもある。1年に169日間程度は、降水があり、年間を通じて、少なく穏やかである。エーレスンド橋を渡る、ワラッシ主事には10分ごと、それ以外は20分前運行されマルメとデンマークの、 コペンハーゲンやコペンハーゲン国際空港を結んでいる。また、SJ2000 やインターシティなどの都市間列車は、ストックホルムやヨーテボリ、カルマル、連絡橋を渡り、コペンハーゲン国際空港にも停車する。2005年3月にと呼ばれる新しい鉄道用トンネルの掘削が始まり、2010年12月4日に開業した。トンネルは、 丸目中央駅の地下からトリアンゲルン・トライアングルンを通りへ続き、地上に出てエレスンド橋とを結び効果的に、丸目中央駅をターミナル式の行き止まり駅から通過型の駅に変えた。コッペンハーゲン国際空港に加えて、丸目にも丸目空港があり今日では、主に格安航空会社やチャーター便、スウェーデン国内の路線が就航している。高速道路網は、 エーデスンド橋と一体化して檻は橋を渡っている。は、スウェーデン西岸を丸目からヨーテボリを通り、イエテボリ方面へ向かう。E6 は、さらに西海岸を進みバレンツ海を望むノルウェーの町、キルケネスに達する。E65 号線は、イースタット方面へ通じ中央、ヨーロッパやバルカン半島を経由し、ギリシャのハニアに達する。 マルメには 410km の自転車道が整備され、約40%の通勤通学に利用されている。マルメには2つの工業港があり、そのうちの1つは、今でも活発に使われ、北欧最大の車の輸入校である。また、公共のリムハムマリーナ・リムホム・マリナ、都市営のラグニン・ラグーナンの2のマリーナ・アリ両方とも限られた数のゲストドックを提供している。 丸目自治体は、丸目市とその周辺で構成され、地理的に定義された行政単位である。丸もととは、自治体の市街を、他の野の町と構成している。両自治体には、またやのような小さなや村落が含まれる。丸もととは、丸目市丸もストッドからは区別され、巡公式の名称であるである。丸目は、若い都市で、 人口のほぼ半分は35歳以下である。マルメはまたスカンジナビアでは、ムスリムの人口比率が最高で人口の25%に当たる約7万5000人はイスラム文化を背景としている。さらに、スウェーデンの中では移民を素地とする人々の割合が高く、人口の41%は外国を素地としており30%は外国生まれで11%はその親から、 数円国内で出生した人々である。中東や東南アジア、以前のユーゴスラビア、デンマークなどが主な移民の出身地である。1971年以降、マルメの人口は26万5千人から1985年には22万9千人に減少した。2010年12月のマルメの都市的地域の人口は28万415人であった。 人口は減少していたが、以前の記録に達し、その後増加に転じ2003年1月の国勢調査では、以前の記録を超え、26万5481人であった。2011年4月27日に、マルメの人口は30万人に達している。2009年現在、マルメは、スウェーデンの自治体の中では4番目に、外国出身者の割合が高い自治体であるこれに、 加えて人口の14%は外国人である。移民の10大グループは国別で以下の通りである。2011年には174カ国、150の言語がマルメでは見受けられる。マルメの経済は伝統的には造船、コックムスト、コンクリート工場など建設に関連した工業である。地域の主要な大学はハイテクや製薬産業と関連し、 北東に1 6キロメートル離れたルンドにある。その結果、マルメは1970年代半ばに続く問題を抱えた経済状況にあった。1990から1995年の間には2万700。2005年現在、マルメの大企業には以下の企業がある。30社の企業はマルメに本社を移したのは比較的最近のことで、 これにより2300人の雇用が生み出された。マルメで創業する企業のレベルは高く、日に7社が創業している。2010年の企業数の更新は13.9%に達し、ストックホルムやヨーテボリを上回っている。交通や金融、ビジネスサービス、娯楽や余暇、建設はマルメで企業の利益が増している産業に含まれる。マルメにはスウェーデンでは8番目に、 大きな高等教育機関で1998年に設立された丸目大学があり、2011年現在1500名のスタッフと24000人の学生が在籍している。これに加えて1666年に設立されたルンド大学の教育機関の一部が丸目にある。国連の世界海事大学もまた丸目に位置している。開事大学は 国際開示機関のもとに運営される国連の独立専門機関である。マルメの印象的な描写は映画監督ボービー・デルベリの興味深いデビュー作であるデダ部分のショットはマルメのみすぼらしい韓国人労働者階級の地区でユーモアと愛情で階級や世代間の緊張を描写している。この映画は1965年にアカデミー外国語映画賞にノミネートされた。 1944年に、市内では、最も長く続く文化的な中心の一つである、丸目市立劇場ができ、レパートリーシアターと、舞台劇場の両方を兼ね備え、オペラ、ミュージカル、バレット、音楽リサイタル、演劇に関した試みなどが行われていた。1993年に、演劇場と丸目ミュージックシアター、スコーネダンスシアター3つの部門に分けられ、 それまでの名称も廃止された。演劇場以外は所有権がリー・ジョンス・コーネに移されたが、2006年にドレアム・ティスカ・テイットンは古い名称を保った。1950年代イングマール・ベルイマンは映画監督とマルメシリツ劇場の最高舞台監督で、マックス・フォン・シドウやイングリッド・チューリンなど多くの俳優が彼の映画を通じてスターダムに駆け上った。 後の舞台監督に早が含まれる。丸目ミュージックシアターは、丸目歌劇場丸もオペラに改称され、オペラやミュージカルなど、新旧のものが公演され、1511席を備える、スカンジナビアでは、最大級の歌劇場の一つである。スコーネダンスシアターは、現代の舞踏のレパートリーを公演し、スウェーデンや、国際的な振付師が活躍しており丸目港にある。 1970年代以来、マルメには多様で様変わりする独立した演劇グループやいくつかの演劇や音楽の団体がある。豊かなロックやダンス、ダブの文化があり、1960年代にはローリングストーンズがクルーブボンゴで演奏し、近年ではモリッシー、ニック・ケーブ、B、B、キング、パッド・メセニーのようなスターが繰り返し訪れている。 2009年12月26日に古い、ルシアム現代美術センター。2006年に一時閉鎖の建物に、ストックホルム近代美術館が文館として新たに近代美術館を開館させた。近代美術館の収蔵品の中にはとりわけ、マルセル・デュシャンや、ルイーズ・ブルジョア、パブロ・ピカソ、ニキド、サンファル、サルバドール・ダリ、アンリー・マティス、 ロバート・ラウシェンバーグの主要な作品がある。は、ヨーロッパ最大級の現代美術の展示施設で1975年に開館している。丸目で一番古い建物は、で、14世紀初期にバルトブリックゴシック様式で、おそらくリューベックにあるの後に建てられた。教会には、神道と二つの側楼、翼楼等で構成されている。外部は、側楼や、 回廊の上に渡っている、控え壁のアーチが特徴づけている。塔は15世紀に二度落ちており、現在見られるのは1890年のものである。他の古い建築物には、タネルンがあり聖ペトロ教会の西にあり、1300年頃に遡る。丸目の交代は何、世紀か続き、それに続く拡大は19世紀半ばでも断内しと、レンガの町へと至った。 拡大は20世紀に入ってからも続き、多くのアール・ヌーボーの建物が見ることができるように、なりその中にはも含まれる。マルメでは1930年代の機能主義による近代的な共同住宅建築の影響は、比較的、遅かった。1965年頃に、スウェーデン政府はいわゆるに着手し、スウェーデンの主要都市の郊外に、手頃な価格の住宅を提供しようとした。 近年では大胆で、より多文化的な建築物を見ることができる。地区は、市中心部の北側の港のように産業化されていた。市街地からは離れた場所であったが、2001年に高級住宅地区として再開発が始まった。500個はとてもユニークで、相意に富んでおり、ほとんどはあの展示会施設であった。展示会には主にエネルギーの面での自給自足できる、 住宅の開発、大幅にリンの排出量を減少させる二つの主な目的があった。新しい建物には、ターニングトルソも含まれ相関な、ねじれの摩天楼ろの高さがありほとんどは、住宅として使われている。この建物はすぐに、丸目のランドマークになった。リバースボルクライバースボーグのビーチは地元では、リバン・リベンと呼ばれ、港湾地区の南西に位置し人口の浅瀬のビーチで、 マルメの沿岸部に沿って伸びている。マルメは寒い気候であるが、時折、マルメのコパカバーナと呼ばれることもある。ビーチには1890年代にが開かれた。港の西側には、長い遊歩道スキャニアパーカン、デイニアパーカンがあり、マルメの人々のための新しい夏の溜まり場や、海水浴の場所になっている。1914年にが開催され、博覧会では、 スウェーデンやデンマーク、ドイツ、ロシアの産業や芸術、工芸で構成されていた。毎年8月の第3週には、マルメフェスティバルマルムーフェスティベイランが開催され、マルメの通りには様々な種類の料理やイベントとで満たされる。は毎年3月に開催されている。1992年には、マルメでは前年にイタリアのローマで開催された。 ユーロビジョンソングコンテスト1991でカローラ・ヘグクビストが優勝したことからユーロビジョンソングコンテスト192の開催地になった。マルメは2012年にアゼルバイジャンのバクで開催されたユーロビジョンソングコンテスト2012でスウェーデンの歌手ロディーンが優勝した後2013年に再び ユーロビジョンソングコンテストの開催地に選ばれ、新しい丸目アリーナで開催された。また、ノルディック競技の会議が、丸目では4月、5月に、毎年開催されている。会議の行事自体は、採用や試合の博覧で構成され、多くの競技のプロを毎年引きつけている。丸目では、その他にも様々な、異なったコンテストやイベントが、市中心部のトントレーントレイで開催され、 これらには、スウェーデン版のオクトーバーフェストや、ファッションショーなどがある。シッツベンス県は1870年に創刊した、マルメでは、最大の日刊誌で、平均して13万部を発行している。競合する地域の日刊誌には、スコンスカドックブロドットがあり、こちらは3万4千部を発行している。これらの日刊誌に加えて、無料の新聞があり、大体は、 エンターテイメントや音楽、ファッションを扱いローカル版である。シティ、ロデオ、メトロ、ノージョスグイデンなど、マルメには、デンマーク系のメディアグループがあり、スウェーデン語の雑誌を発行している。多くの地元や、地域のラジオやテレビ局は大丸目地域を基盤としている。スウェーデン南部のスポーツはサッカーが優勢で、長年の市内の最高のサッカークラブチームは、マルメ FF で、 トップリーグのアルスベンスカンでプレーしている。丸目 FF が一番成功した時代は1970年代と1980年代で何度かリーグ優勝を果たした。1979年に UEFA チャンピオンズリーグで AS モナコ、FC ディナモキエフ、ビスワークラクフ、FK アウストリアウィーンを破り、決勝に進出したが、ノッティンガムフォレスト FC に ミュンヘンオリンピア・スタディオンでハーフタイム直前のトレバー・フランシュの挙げた一得点により敗れた。これは現在まで唯一決勝に勝ち進んだスウェーデンのサッカークラブである。ズラカン・イブラヒモビッチはマルメ FF でプロサッカー選手のキャリアをスタートさた。マルメを拠点とするサッカークラブチームにはがあり、スウェーデンのトップリーグで20年間活躍し、 ヨーロッパカップでは準決勝まで進んだことは、クラブの歴史で最大の成果であったが、現在では、スウェーデンの6部リーグに止まっている。他の丸目を拠点とする、サッカークラブに早があり両、チームとも3部リーグのディビジョン1サウスで、プレーしている。丸目はスウェーデンで開催された UE、UEFAU-21 欧州選手権2009の4都市のうちの一つで、 スウェーエドバンクスタディオンで決勝が行われている。他のスポーツで最も注目されるチームはアイスホッケーのである。チームは大富豪のパーシー・ニルソン・パーシー・ニルソンにより創設されすぐに高順位に位置し、1990年代前半から半ばまで二度スウェーデンの選手権で優勝しているが、その後は低迷している。 2013年12月26日から2014年1月5日にかけてイーハフ世界ジュニアアイスホッケートーナメントが開催れる。丸目にはまた一部リーグでプレーするハンドボールチームのや野球、アメリカンフットボール、OG フットボールのチームがあるが唯一ハンドボールだけが多くの監修を集めている。ゲイリックフットボールも丸目ではプレーされており新しいクラブである。 マルモ GAA はスカンジナビア選手権に2009年に出場し2011年に再び出場している団体競技でないスポーツではバドミントンや陸上競技が東アジアの武術やボクシングと共に最もポピュラーであるバスケットボールもかなりマルメでは大きなスポーツでマルバスやスフズビーヤをはじめとするクラブチームがある楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。